歴代のメジャーリーグで最強の安打製造機として名を馳せたトニー・グウィン。その記録は今なお色褪せることなく、数々の驚異的な数字を残しています。グウィンは20年間にわたりサンディエゴ・パドレス一筋で活躍し、通算打率3割3分8厘という驚異的な数字を誇ります。今回はそんなトニー・グウィンの偉大な記録とその圧倒的なバッティング技術の秘密に迫っていきましょう。プロ入り前、グウィンは1960年5月9日にカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ育ち、高校はカリフォルニア州ロングビーチにあるポリテクニック高校に通い、そこで野球だけでなくバスケットボールでも活躍。彼の優れた運動神経と才能はすでにこの時点で明らかだったのです。そして高校卒業後、グウィンはサンディエゴ州立大学に進学。ここでも彼の多彩さが際立ち、野球とバスケットボールの両方でプレーすると、バスケットボールではポイントガードとしても活躍し、大学でアシスト記録を持っており、1980年にはチームの MVP に選ばれるほどでした。また野球では外野手としてプレーし、4年間で打率3割9分8厘を記録し、大学野球界でその名を知られる存在に。特に1981年には打率4割1分6厘を記録し、 NCAA の西部地区で首位打者に輝き、1980年と1981年にはオールアメリカンに選ばれるなど、プロ野球選手として成功する基盤となった時代でした。そして1981年の NBA ドラフトでロサンゼルス・クリッパーズから10巡目指名を受けると、同日に行われた1981年の MLB ドラフト3巡目で指名された MLB のサンディエゴ・パドレスと契約し、野球の道へ進むことに。なお同日に異なるプロスポーツ球団にドラフトされた選手は史上初であり、彼の才能と努力が認められた結果であり、彼の野球人生の新たな章の始まりでした。メジャーデビューと新人時代。1982年7月19日、グウィンはメジャーデビューを果たすと、このデビュー戦で彼はすぐにその存在感を示すことに。シーズン後半の54試合に出場すると、打率2割8分9厘を記録。メジャー初年度からこの成績を残したことで、チームメイトやファンの間で彼の将来への期待が高まりました。デビューシーズンのハイライトは、グウィンがヒューストンアストロズ戦で記録したメジャー初安打です。この試合で彼はツーベースヒットを放ち、メジャーリーグでのキャリアの始まりを飾り、この安打は彼の自信を深め、その後の活躍の基盤となったことでしょう。初の首位打者。1984年シーズンはオールスター初出場を果たし、グウィンがメジャーリーグのトップ選手として認識されるように、この年リーグトップの打率3割5分1厘を記録し、初の首位打者のタイトルを獲得しました。また213安打を放ち、球団史上初の200安打も達成し、ハイアベレージとスピードを持ったリードオフマンとして名を馳せることに。バッティングスタイルが確立すると、卓越したバットコントロールと選球眼を持ち、あらゆるコースの球を確実に打ち返す能力を発揮し、特に反対方向へのバッティングを得意とし、レフト方向へのヒットを多く記録しました。そしてこの年、パドレスは球団史上初めてワールドシリーズに進出。ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズではシカゴカブスを相手に打率3割6分8厘を記録し、シリーズ MVP 級の活躍を見せました。しかしワールドシリーズではデトロイトタイガースに敗戦。それでもグウィンのバッティング技術と安定感は多くのファンと専門家に強い印象を与えました。3年連続の首位打者。グウィンは1980年代後半にかけてキャリアにおいて輝かしい時期を迎えます。1987年、グウィンは157試合に出場し、打率3割7分を記録すると、2度目の首位打者のタイトルを獲得。この他にも安打数、本塁打、打点、盗塁と好成績を残すと、特に右投手に対する強さが際立ち、この年彼は右投手に対する打率で3割9分を記録し、まさに投手泣かせの打者として名を馳せます。また自己最多の56盗塁を記録し、スピードと機動力でも注目を集め、アベレージヒッターであるだけでなく、ベースランニングでも相手チームにプレッシャーを与える存在であることを証明しました。そして1988年には
2年連続で首位打者のタイトルを獲得。この年は133試合に出場し、打率3割1分3厘、163安打、7本塁打、70打点、26盗塁の成績でした。前年と比べて打率が若干低下したものの、それでも首位打者のタイトルを手にし、チームの成績は振るいませんでしたが、グウィンの個人成績は依然として素晴らしいものとなりました。また1988年のシーズン中にグウィンは肩の故障に悩まされることがありましたが、それでも高いパフォーマンスを維持し続け、チームにとって欠かせない存在に。さらに1989年は打率3割3分6厘で3年連続4度目の首位打者のタイトルを獲得し、シーズンを通じて安定した打撃成績を維持し、再び200安打を超える偉業を達成します。この他にも40盗塁も記録し、依然としてスピードと機動力を兼ね備えた選手であることを証明しました。グウィンの1987年から1989年にかけての3年間はキャリアにおいて輝かしい時期の一つであり、3年連続の首位打者を獲得し、そのバッティング技術はメジャーリーグの歴史に名を刻むものでした。4年連続首位打者。その後もグウィンは安定したバッティングで毎シーズン打率3割をキープし、34歳となる1994年からはキャリアにおける最高のシーズンを迎えました。1994年のグウィンは前半戦を打率3割8分3厘で終え、後半戦の28試合で打率4割2分3厘をマーク。この年のグウィンの月間打率は4月が3割9分5厘、5月が3割9分2厘、6月が3割8分7厘、7月が3割7分と月を追うごとにダウンしていたものの、8月に入って盛り返し、10試合で40打数19安打の打率4割7分5厘を記録するなど絶好調をキープしました。また8月は43打席で三振はわずか1つ。そんな中、8月11日 MLB 選手会が定めたストライキ突入のデッドラインが翌日に迫る中、グウィンは打率3割9分1厘で敵地でのアストロズ戦を迎えることに。この試合でグウィンは5打数3安打を記録し、打率は3割9分4厘に上昇。6打数6安打ならば打率ちょうど4割でストライキを迎えることもできましたが、残念ながらそれは叶いませんでした。シーズンが MLB 選手会のストライキによって途中で打ち切られたため、記録は未完のままに。それでもこの打率は MLB 全体で最も高いものであり、彼の技術の高さを証明するものでした。この年グウィンは165安打を放ち、14本が二塁打、4本が本塁打を記録。また29打点37得点を記録し、出塁率は4割5分4厘、長打率は5割6分8厘という驚異的な数字を残しました。後年グウィンは息子のトニー・グウィン・ジュニアに対して、1994年のシーズンが続いていれば打率4割を達成できていたと思うと話していたといいます。しかしグウィンは個人記録に固執するような男ではなく、ストライキ前の最終戦の後、グウィンは、人々は個人記録を作るチャンスが失われたと考えている。でも俺たちは多くの若い野球選手のために物事をより良くしようとキャリアを犠牲にしているんだとコメント。打率4割を達成するより労使交渉を決着させる方が重要だ。あと6厘届かなかったのは残念だが、攻撃面に関してやりたかったことは精一杯できたと、打率4割のチャンスが失われたことを嘆く人々を尻目に、より広い視野で物事を捉えていました。そして翌1995年もグウィンの打撃は絶好調。この年は打率3割6分8厘を記録し、再び首位打者のタイトルを獲得しました。ストライキで短縮されたシーズンでしたが、グウィンはその短い期間でも圧倒的な成績を残し、197安打、9本塁打、90打点を記録し、また出塁率4割4厘、長打率4割8分4厘を記録。1995年シーズンにはいくつかの特筆すべきゲームがあります。例えば4月12日の対ロサンゼルスドジャース戦では4打数4安打を記録し、打率を一気に上昇させました。また8月4日の対サンフランシスコジャイアンツ戦でも4打数4安打を達成し、シーズン終盤でもその打撃力を遺憾なく発揮しました。さらにこの年はメジャー挑戦を果たした
あの日本人メジャーリーガーとも対戦。奴にはたった2つしか球種がない。だがそれが厄介なことなんだ。たった2つしかないのに、どっちのボールが来るか全くわからないんだから。ブウィンが言った。奴とはこの年ドジャースでメジャーデビューを果たした野茂英雄のこと。そしてたった2つの球種とはストレートとフォークなのです。人並み外れた動体視力を持っていたグウィンですが、キャプテンビデオのニックネームを持つほど、ビデオで相手投手の研究を行っており、ビデオルームの充実に尽力したことでも有名で、昨今の球団が持ち合わせているビデオシステムの確立にも大きな影響を及ぼしたと言われています。そのグウィンが野茂を厄介と語った理由はこうです。私はリリースの際投手の手に注目する。手首が打者の方を向いていればストレート系、小指が向いていたらカーブ系、親指ならばシンカー系だ。だが野茂はたった2つの球種しかないのに、どちらも手首が打者の方を向いている。だから区別がつかない。本当に厄介な投手だよ。この年野茂は13勝を挙げ、オールスターの先発投手に選ばれ、236奪三振でナ・リーグの奪三振王、さらに新人王も獲得。全米で野茂マニアなる言葉まで生まれるほどの活躍を見せました。そしてその翌年のこと、グウィンは野茂の攻略法が分かったよ。それは手のひらがどちらを向いているかではなく、リリースポイントの工程で見ればいいんだ。彼のフォークは抜けるように出てくるから、ストレートよりも高い位置から出てくるように見える。これでもう大丈夫だ。その言葉通り、グウィンの対野茂との通算成績は25打数14安打。これは人並み外れた動体視力とビデオというツールを正しく使いこなした結果であり、何より孤高の打撃技術を維持し続けたことによるものでしょう。そして1996年には打率3割5分3厘で3年連続首位打者のタイトルを獲得。159安打、39二塁打、33塁打、そして5本塁打を記録し、パドレスのナショナルリーグ西地区の優勝に貢献すると、グウィンはプレーオフでもその打撃力を発揮します。ナショナルリーグディビジョンシリーズではセントルイスカージナルスと対戦し、このシリーズではグウィンは打率3割8厘、出塁率3割8分5厘、長打率6割9分2厘という成績をマークしました。さらに翌1997年はグウィンのキャリアの中でも特に輝かしい年の一つです。この年は打率3割7分2厘で4年連続の首位打者のタイトルを獲得。グウィンはキャリア最高の220安打、49二塁打、17本塁打、そして119打点を記録しました。特に記憶に残る試合として1997年8月6日の対ロッキーズ戦でのパフォーマンスが挙げられます。この試合でグウィンは4打数4安打を記録し、打率を3割9分3厘にまで引き上げました。また彼の本塁打数17本はキャリア最高の数字であり、119打点もチーム内でトップの成績であり、彼がいかに多くの試合で決定的な役割を果たしていたかを物語っていますね。グウィンの1994年から1997年の成績は彼がいかに優れた打者であったかを示すものです。この期間において彼は4年連続で首位打者のタイトルを獲得し、毎年高打率を記録しました。安打数、出塁率、長打率はすべてトップクラスであり、バッティング技術は他の選手を圧倒。特に1994年の打率3割9分4厘は、もしシーズンが途中で打ち切られなければ4割に到達する可能性があったことは、彼を MLB 史上最高の打者の一人としています。そんなグウィンは2001年のシーズンを最後に通算打率3割3分8厘、通算3141安打の記録を残して現役引退。打率3割をマークすること19回、首位打者8回、オールスター出場15回を記録。打率が3割に満たなかったのはメジャーデビューした1982年だけであり、現役最後となった2001年も71試合の出場ながら打率3割2分4厘をマークするなど、安打製造機の名を欲しいままにしました。そして殿堂入り資格1年目の2007年に 97.6% で悠々とアメリカ野球殿堂入り。しかし残念なことに2014年癌のために死去しています。バッティングスタイル。そんなグウィンは卓越した打撃技術と
鋭い打撃眼を持つ選手として知られていました。彼は甘いボールを逃さない高級筆打の打者であり、ストライクゾーン内のボールに対して積極的に打ちに行く姿勢を持っていました。そのため四球は少ないものの、早いカウントでヒットを打つことが多かったのです。また悪球に対しても状況によってはヒットを狙うことができる高い技術を持っていましたが、基本的には悪球には手を出さない慎重さも兼ね備えていました。グウィンは毎年高打率を記録し続け、ほとんど三振をしない選手としても有名です。彼の打数三振比率は MLB で1位を8度記録しており、通算の打数三振比率は 21.4 という驚異的な数字でした。この数字は同じく高打率で知られるイチローと比較しても倍以上高いものです。また現役時代をパドレスで過ごしたグウィンは、本拠地を打者に不利とされるクアルコムスタジアムで過ごしましたが、その中でも好成績を残し続けました。8度の首位打者はメジャー史上歴代2位です。またホームランが少ない打者でありながら、その卓越した打撃技術からケン・グリフィー・ジュニアやバリー・ボンズと同列に語られることが多く、特にグレッグ・マダックスはグウィンについて、真のバッターだ、彼から三振を取るのは難しかったと評価しています。グウィンは広角に打つことを得意としており、三遊間をゴロで抜くことを 5.5 の穴と呼んで好んでいました。理想の打球についてグウィンは、左中間へ飛んだ打球にかすかなフェードがかかり、センターが追いかけても追いつけない打球が好きだと語っています。またグウィンは基本を大事にする選手であり、ビデオを使った研究熱心さからキャプテンビデオという愛称で呼ばれるほど、彼のビデオルームには約700人の投手の映像が揃っており、自分のスイングや捕手、審判の位置をチェックしていたといいます。現役時代グウィンは同じく高打率で知られるウェードボックスと比較されることが多く、両者は互いにその実力を認め合っていました。守備、走塁技術、キャリアの前半、グウィンは俊足、強肩、攻守のリードオフマンとして知られていました。1986年から1991年の6年間で5回のゴールドグラブ賞を獲得し、主に右翼手を守っていました。1989年には中堅手も務め、その守備力は高く評価されることに。しかしキャリアを通して足や手首の故障に悩まされることが多く、その影響で守備力や走塁のパフォーマンスに影響が出ることもありました。それでもキャリア後半の1993年以降、グウィンは中軸を任されるようになり、打撃においてはホームランや長打が増えていきました。しかし年とともに太っていき、守備走塁面は著しく衰えていくと、特に1998年以降はキャリア前半の俊足強肩の面影は完全に消えてしまいましたが、その高打の技術は最後まで衰えませんでした。グウィンのキャリアは卓越した打撃技術と守備の両面で素晴らしい成績を残したことで、メジャー史上に残る名選手として評価されています。彼の打撃に対する研究熱心さと基本を大事にする姿勢は、多くの若手選手に影響を与え続けていることでしょう。イチローをはるかに上回る三振の少なさ。グウィンの象徴的なのが、先日した通り異様なまでの三振の少なさでした。通算で 12,32 回打席に立ち、3141本のヒットを打ち、434回、21.4 打数に1回しか三振を喫しなかったのです。1995年シーズンなどは577打席535打数15三振という超絶的な数字をマーク。かつてのメジャー球界を代表する三振王のアダム・ダンなどはわずか8試合で15三振を喫するなど、2004年から2006年までの3年間で557個の三振を記録したことからも、グウィンの三振の少なさが分かりますよね。また三振の少なさで言えば、ジョージ・ブレットが現役21年間で1349打数で908個、ウェード・ボックスが9180打数で745個、イチローが8727打数で899個を記録。三振しない男という異名を取ったリッチー・アシュバーンでさえ8365打数で571三振という数字にとどまっているのです。メジャーを代表するスター投手とのマッチアップを見ても、グウィンは素晴らしい成績を残しています。あのグレッグ・マダックスとは107回対決して打率4割1分5厘と打ち込み、喫した三振はなんとゼロ。ペドロ・マルティネスとも
36回対決して三振がゼロ。これはもう超人的と言わざるを得ません。ちなみにそんなグウィンから1試合3三振を奪った投手がメジャーリーグ史上に1人だけいるのです。その試合は1986年4月14日のタイドジャース戦、相手投手はボブ・ウェルチ。この試合でグウィンは5打数1安打でキャリアで唯一の3三振を喫することに。試合は延長11回の末、パドレスが4対3で勝利しましたが、ウェルチがグウィンから3三振を奪う隠れ偉業を達成しました。そもそも1試合に2度以上三振した試合が34回しかなかったというのですから、彼のバットにボールをかすらせないのは至難の業だったというほかないですね。トニー・グウィンの偉大な記録19戦。最後に歴代最強の安打製造機トニー・グウィンの記録を彼の背番号にちなんで19個まとめてみましたのでご覧ください。1、ナショナルリーグ首位打者8回。彼らより多く首位打者に輝いたのは12回のタイカップだけ。2、19年連続で打率3割以上もナショナルリーグ最多。3、通算安打数3141はメジャー史上21位。4、通算打率3割3分8厘。18人の殿堂入り投手との対戦で見ても541打席の対戦で3割3分1厘を記録。5、単一球団で20シーズンを過ごしたメジャー史上17選手のうちの1人。6、パドレスのキャリア打撃成績14項目で歴代トップ。7、パドレスの選手でシーズン200安打以上の記録は6回、うち5回がグウィン。8、サンディエゴ州立大学では野球の他にバスケットボールもプレー。大学のキャリア1シーズン1試合ごと全ての最多アシスト記録はまだ破られていない。またロサンゼルスクリッパーズから10巡目指名されるも、同日に3巡目指名のパドレスに入団。この同日に異なるプロスポーツ球団にドラフトされた選手はグウィンが初めて。9、2000本安打と3000本安打を母親の誕生日に達成。10、2006年7月19日トニー・グウィンジュニアがメジャー初安打、父親がメジャー初安打を放ったちょうど26年後の同じ日、親子とも初安打は二塁打。11、グウィンが喫したキャリア三振数は自身が打った二塁打より少ない。12、2回以上三振を喫した試合は4安打を記録した試合より11少ない。13、ペドロ・マルティネスは36回グウィンと対戦、奪った三振はゼロ。グレッグ・マダックスは107回対戦、奪った三振はゼロ。14、50打席以上対戦した投手のうち最も低い被打率に抑えたのは2割4分2厘のドワイト・グッデン。15、グウィンが3三振を喫したのは生涯1試合だけ。16、もし今からメジャー通算最多安打のピート・ローズが現役復帰し750打席連続ヒットを打ってもまだグウィンの打率に及ばない。17、1994年にシングルヒットを残しサイクル安打達成の場面で降板させられた。大量リードが理由でグウィン本人は意に介していなかったが、その後のキャリアでサイクルを達成することはなく、パドレス選手初の達成は2015年のマット・ケンプまで待たなければならなかった。18、サンディエゴ州立大学ヘッドコーチ時代、がん放射線治療を受け歩くのにも苦労するほど足の具合が悪い状態だったが、打撃に苦労する選手たちを見かねて打席に立つ。当時52歳、別のコーチが投げるボールを三遊間、二遊間、ライト線二塁だと毎球宣言通りの場所に打球を運んだ。19、最後のスイングでマウンドのコーチに気をつけろよマークと声をかけ、コーチのすぐ横を抜けるセンター返し。今回は歴代最強の安打製造機トニー・グウィンを紹介しました。グウィンはその卓越したバッティング技術と驚異的な記録でメジャーリーグの歴史に名を刻んだ選手です。彼のキャリア通算打率3割3分8厘や8度の首位打者獲得、3141本の安打はまさに伝説。誰しもが憧れる存在であり、その功績はこれからも語り継がれていくでしょう。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。